俺が思ったことラジオなんだけどね、最近結構動画が多いでしょ。まあ、昔はさ、これで音声を録音して、で、それをそのままアップしてたわけだけども、まあ、これが壊れたんだよ。だから、まあ、最近は動画、まあ、このカメラを使って動画を撮ってラジオにしてるんだけどさ、で、やっぱりさ、なんか動画の方がね、コメントも結構つきやすいし、あと再生回数も多いわけだよ。ちょっとさっきさ、過去のラジオバーッと見たんだけども、動画でアップする方がね、反響がいいわけですよ。まあだから、まあ、この際ね、もうこれで、まあ音声をやめてさ、もう動画オンリーでラジオ上げようかなっていう感じの考えになってたんだけども、なんかこれね、壊れてたと思ったら実は壊れてなかったんだよ。で、なんで壊れてたかと思ったら、これ電源がこう、ほら、長押しするとつくんだけどもさ、今押してるのね。全然うんともすんとも言わないじゃん。これ。これね。なんだろう。東京にさ、この前一週間ぐらい行ってて、で、帰ってきたらこれもう、うんともすんとも言わなくなってたんだよ。だから、小屋って結構寒暖の差があるわけで、で、小屋にこれを放置してて、で、その寒暖の差で結露でやられたのかなって勝手に思ってたんだけどもさ、別にそんなことはなかったよ。ここにさ、ホールドボタンっていうのがあってさ、で、これがオンになってると、まあ、電源を押してもつかなくて、これをホールドボタン解除すると、なんと電源がつきますよっていう。こういう罠だったんだよね。おかしいな、おかしいなと思ってさ、電池変えたりとかさ、こう端子拭いたりとかさ、いろいろやってたんだけどもね、結局はこのホールドボタンっていう原因は。まあ、だから、ね、せっかく、ね、これが壊れたんだから、いい機会だと。これからのラジオは動画で上げようと思ったらこれ壊れてなかったっていうね これどうしたもんかなっていう まあでもさ、やっぱり動画の方がみんなの反響もいいしね、これからやっぱ動画で上げてった方がいいよなって。で、アップロードの問題があるんだけども、やっぱ音声だけだとアップロードすぐヒュイヒュイっていくんだけどさ、動画だと重いわけだよ。でも今、これ導入したからね。あ、これ。U モバイルだとアップロードがめっちゃ早いわけだよ。制限もないしさ。まあだから、もうこれは動画でしょうって。もう音声で上げる意味あんのかなって、最近ちょっと。あ、一つ音声で上げてほしいっていう人がいて、なぜかというと、あれだよ、格安 SIM のさ、あれを食わないからと。音声だけだとさ、そう、あれなんだよね。格安 SIM のさ、なんだっけ、1ヶ月7ギガ制限みたいなあるじゃん。ああいうのもほら節約できるから、っていうことなんだけど、まあ、その人はあれ、100、YouTube の設定でさ、これ変えられるから。待ってくれ。ラジオメモからチョイスして、この YouTube の設定でこれ、ほら、144p にしてください。だいぶマシになるでしょ、これね。ということでね、今日は、これからまあ動画中心で上げていこうかなという話をしました。ご視聴ありがとうございます。